バイオーナに近いイリエバイオーナは、スペイン、ガリシア州、ポンテベドラ県の自治体で、コマルカデビー語に属する。ガリシア統計局によると、2012年の人口は12,063人となっている。住民故障は、ベインズ、エサ、カスティーリア語表記はバイオーナ。ガリシア語話者の自治体人口に占める割合は93.35%。バイオーナは、 ポンテベドラ県の西南部に位置し、コマルカデビー語に属する。北は大西洋、リアでバイオーナに面し、ニグランと東はゴンドマールとトミーニョと南はオイアの各自治体と接している自治体の中心地区はバイオーナ教区のバイオーナ地区。バイオーナは最高地点600メートルを超える内陸部と大西洋につながるリアに面した。 海岸部の二つの地域に分けられる。気候は温暖である。バイオーナは B5 四方管轄区に属す。自治体人口の25%は中心地区のバイオナ教区に居住している。バイオーナの創設は紀元前140年に遡る。1201年5月7日、アルフォンソ旧世よりエリサーナと呼ばれていた名称をバイオナに変えるカルタピーボアが与えられた。 1493年3月1日マルティン・アロンソ・ピンソンに引きられたピンタゴーが寄港した。コロンブスの第一回目の航海のスペインへの帰還で最初に寄港した港がバイオーナの港であった。主要な経済は観光業で、特にパラドールは重要である。また農業は自家用が多いものの一部は出荷されている。水産業は沿岸漁業と貝などの魚介類採集が 行われている。自治体市長は、ガリシア国民党のヘソススバスケスアルムイーニャ、自治体表議員は、ガリシア国民党、10、ガリシア社会党、4、ガリシア民族主義ブロック、二ガリシア連合、進歩、民主主義、1となっている。培養ナは5つの教区に分けられる。太字は、自治体中心地区のある教区。ありがとうございます。